日経新聞によりますと日本で働く外国人の担い手の変化が鮮明ということで5年前に比べますとインドネシア人が2.9倍になりました。 厚生労働省の調査によりますと外国人労働者2023年の総計およそ205万人最多のベトナム人がおよそ52万人で2018年に比べて64%増えています。またベトナムをしのぐ勢いいでで増えているのがインドネシア人で 2023年およそ12万人2018年に比べて192.2%増えているということなんですがこの件に関しましてまたもう一つの指摘あることで先に西村アナウンサーにまとめて,い,てもらいましょう、はい、2022年9月のスマートフラッシュの記事にありました、うん、記事のタイトルは「岸田首相外国人に手厚い政策は弟のため?うん」。 ここで指摘されているのは岸田総理の実弟が経営している会社です総理の弟さんは三菱商事のマレーシア代表としてクアラルンプールで勤務した経験があり退社後2009年に会社を設立していますその会社の業務内容は旅行代理店と特定技能制度外国人採用支援記事の中では雑誌記者が会社の担当者にインタビューをしています 利益誘導に当たるのではという質問に対して全く関係ないです総理にお願いをしたりということは全くありませんと答えていますまた特定技能制度による外国人採用支援の業務についてはスタッフ数人でやっている零細企業旅行業主軸では心もとなくてインドネシア人スタッフもいるので 2019年に特定技能制度ができてから外国人採用支援を始めた、本当に政治的なことは全くありませんと答えているとということです、はいまあ、高橋さん、一連の流れですけれども、さこのあたり、まず高橋さんも実は指摘されてたんですが、インドネシアからの外国人労働者、増えてらっしゃる、このあたりというのは、これ、今回あるんでしょうかね、このあたりね。 えー、増えてるのは統計が見れば増えてますよね。はいはいまああの,他の国に比べて、まあまあ、ミャンマーとインドネシアだけがものすごく増えてるんですけどね,ね、はいえー、だから<ー>まあそれはあのふそういう統計はあのはその通りですけどね。でまあそれ岸田さんの弟さんの会社がねどんな貢献してたか知りませんけどねそもそもその制度として。はい この外国人を入れるのがいいのか悪いのかっていうのがまずありましてねでなん,かなんか意味不明にあの入れるっていうのが普通なんですね共生社会とか言ってね。うん で、共生社会ってのは、木戸さんも言ってますよね。あれはまずいですよね。うん、あの、要は、共生社会って言ったって、うん、あの、ちょっと、私、あの、ある、まあね、あの、データを出してるんですけれど。えっと、外国人が増えると、実は、経済成長率は高くならないって、そういうふうな、はい、あの、まあ、分析の。 ええと図がって、ね、はい、もうここでま,まずいっすよね。あのなんでなんで、うん、なんであの経済成長しないのに入れるんですかって、はい、<laughs> そういうことですよね。あの前回も少しあの出させていただいたし、ね、先日<う>あの正義の味方って YBC さんの番組でもグラフ見て方いらっしゃるかもしれませんが、えーえー、本来その入ってきた方の数が多いと、うん、経済成長率のグラフた右肩に上がらなきゃ。 上がりたいからこそ入れるっていうところがあると思うんですけどそうでしょあと普通考えると経済成長してるところの移民が行きそうだから要するに右肩上がりは普通だと思うんですけど全然上がんないんですよねグラフで見ると右肩が下がってるんですよね薄いぐらいはありますけれどもそれはまずいえ何アメリカだけはちょっと移民を入れても上がってるということですか もちろんそうですだから、なんかみんな個別でこういうの話するんですけどね、うん、どこの国がどうのこうのあんまり関係ないんですよ、そういうのって。はい、あのアメリカだけはどこなんとかって言ったって、別に全体的に傾向であの下がってたら法則としてはそうでしょうってことですよね。だからなんか個別の話で、なんかみんな勘違いしてるんですけれど、こういうのって、これが分析なんですけどね、だからどっちの傾向があるかっていうので、まあ、実はどっちの法則が働くのもちろんその例外はいつもあるんでね、あのそうじゃないときもあるんですけどね。 全体として見ると右肩がこうずっとこう下がってる感じになってると、うん、さあ脱出してこういう形で外国人の労働者の方を入れるのはプラスなのかどうなのかっていう話になるわけですよ、ねうん。まあ a は学問的にはマイナスですよ。だからこれはマイナスにななるってことをね、あの見込んであのやらなきゃいけないんだけど、うん、だからそれをあの主張したい人はね、いやこういう,ふうにマイナスがあるけどプラスになるんですって言わなきゃいけないんだけど、うん、そういうふうな手続きが全然取られてませんよね。うん、今回のこの。今<あ>、えー、回の。 少しご指摘いただいたんですがやはりこうトータルとして日本人の働く皆さんの給料上がりにくくなるということですよね。日本人の給料はあの上がりにくくなるのと、うん、それとあと社会保障の負担が大きくなるとかそういう意味でもろもろで低くなるっていう可能性が高いんですよね。 何かな人手不足ってすぐ聞きやすく言いますけどねだって日本人だって200万人ぐらい食がない人がいるんだからなぜそっちが先なんじゃないですかとそこが私なんかも基本的な疑問があってねなんかもう最初から人手不足だって前提だって話してるんですけどねでも200万人も食がない人いますよっていうのがまず言いたいですけどね受け入れ側の企業とすると安い労働力をということになるわけですね。 それはそうですよ。そこは明らかなんですよ。だから安い労働力入れたい企業だけが儲かっててそれだけの話なんですよ。欠片がない。安い労働力のということなんですね。あ、そういうことか。あ、そういうそれがはずずいですよね。ああ、ればね。それで入れ入れてね、あのマイ人の賃金を下げて、それであと治安を悪くして、それでさらに社会保障を悪くするって前だけ迷惑するってそういうふうな制度なんですよね。この辺りの高橋さん今ご指摘いただいたような議論みたいなのっていうのは、やっぱ やっぱりななななかかか出てこないもんなんでですかねそ,それはあしょうあの要するに自民党がやってるからあ<ー>あの個々の企業のが優先するってことでしょう、個々の企業の理解が優先すると。まあ、でも実際にまあこのあたりまた仕組みね、今回あの審議されてるところですけれども、そのあたりっていうのはどこかがまた指摘して、ね、議論進めていかないとなという案外これね、指摘しないのは、うん、実はね、左派系の人っていうのはね、もうね、うん、あの要するに人権だって言って、外国人の人権は 前提に、あの要するに優先的に考えるから、否定、うん、批判しないんですよ。まあ、そこの部分もある、あ、そうか、自だから、あの個々の企業の利害っていうのと。うん、まあ、あと、人権を批判しないっていう人たちがいるから。ど全然、とこも国会で議論にならない。んですか、ね、そこはそれぞれ、こう主張してるところ、が合うわけなんですね。<laughs> あの企業はの。そうなんですよ。それだから、両者全然、全然ね、あの違う人たちなんだけど、思想はね。まあ、そこは妙に。 しちしちゃうんですよここは。あの今回その高橋さんもご指摘なさいましたけれども、その岸田さんの弟の会社の話とかっていうのは、え今後何かこう土壌に上がってくるとあるの土俵に上がってくるとあるんですかね。わかりませんねそれは。だからこういうのは国会とかね、あとね、まああの週刊誌とかね、あのそういうのは得意でしょうかね。そういう分野でそういう方にね、私はね議論を委ねたいですけどね。ま今回その我々の働く環境も含めてですけれども、一つねそういったところを考える契機になって。 どんな風になっていくのかというところでございますがでは続いてこちらでございますさあ護衛艦ドローン動画実際に撮影された可能性が高いと防衛省が分析公表しています 産経新聞によりますと防衛省9日中国の SNS 上で拡散された海上自衛官、えー、自衛隊の護衛艦いずもをドローンで空撮したとする動画について実際に撮影された可能性が高いとの分析結果を公表しました。 で防衛省はです、ね、接近したドローンによって攻撃された場合防衛上重大な支障を生じかねないことから極めて深刻に受け止めているとしまして警備に万全を期す方針を示しました動画およそ20秒ありまして海上自衛隊横須賀地区に停泊する護衛艦出雲に上空から接近して甲板後方から前方に向かって撮影されたとする様子が映っています 護衛艦いずもは海上自衛隊で最大の護衛艦最新鋭ステルス戦闘機の発着艦を発着艦可能とする事実上の空母化も進められているということなんですが中国外務省の報道官は9日この動画に対しまして動画がどこから来たのか承知していないと述べるにとどまりましたがさあ高橋さん改めてこのニュースはどんな風にご覧になってますでしょうか。 <laughs> これはあの横須賀ですからね、はい、あのもうびっ,くりびっくりですよね。ドローンにもし爆弾を取り付けてたら、はい、それで、うん、えと甲板の上にね、F35B ビー。 っていうのがあるんですよね、はい、そしたらそれを、あれですよね、この F35B ってのはね、120億円ぐらいするんですよ、一気、はい、が。はい、これ、一発でアウトですよね。うん、ドローン1個で, <laughs> で、ね。<laughs> これはたまんないじゃないですか。うん でも、しかも20秒間、僕はあの動画見ましたけれども、普通に撮れてますもんね。えー、ね普通に撮れてるんでしょはい。上には何もな,なかったんですけどね。はいえー、でもね、あの、もしやったら、一発でアウトですよね。えー、だから、あのそれとあと、あんだけゆっくり走って、 当論をやめてて悪意があればね、うん、あの要するに撮影だけじゃなくて、うん、えと船の出してる微弱電波っていうのはあるんですけどねいろんな電波を出してますから船の中でいろいろと危機がありますからね、うん、そういうのを解析することもできますね。これはあのー、極めて深刻に受け止めているという防衛省の話ありますけれどもこれは相当。 そんなことですよね高だって今言ったように120億円の話がね一発でアウトになっちゃうような話ですからねこれだったらあれあれじゃないですか回線の時にねヒューって飛んでこられてねやられたらもうそこでもう手も足も出ないじゃないですかそれこそ例えばドローンとかのそういった電波とかをね守るようなものってもあるんですよね高橋さんね普通はありますよだんなんであんなのがスーッて来ちゃったんですかってあれあの画像で 映してる画像の前後もちょっとあるらしくてね、前なんかをちょっと見ると、あれですよね、横須賀の駅のほうからヒューって飛んできてるっていうのが分かってますからね、だからもう、んででも話すよね普通、街中でも勝手にねドローンとかって飛ばすと、これ、いろんな規制とかがありますから、す前にいいいいろんななな許可取らとけけわでだからまあ、軍事でね、取ろうとしてる人は、そんなね、規制があり、ルールがありましたなんて、守るわけ いないそうでしょうね。うん、これあの、まあ、もちろん撮影者だとあくまで名乗る人物がそのメディアの取材に対してスパイではない楽しむためにやったというこそうでましいな,な。これまやしいね。いねいや怪しい。<laughs> そういうのをまたマスコミを流すってのはやしいな。いなちゃんと裏取ってるのって話ですよ <laughs>、うん。これ例えば今後こういうことを受けてなんですけどね。例えばその<っ>どういうふうなことがこう次ね話題となってくると。 妨害電波してさ、妨害電波してさ、あれで,なですか、すぐ見つけたらすぐ撃ち落とするだけですよ。でも、あの、これは本当に防衛省をとっても屈辱というか、本当になんかもういろんなものが明らかになっちゃった感じありますもんね。その、防衛面の許さみたいなところとかね。こんなんだったら、僕、なんかいざ有事に出ったら、有事の前に全部やられちゃいますねという意味では、あの、深刻な動画が、まあ、流れたということでありますけれども。では、続いてこちらでございます。 さあ中国企業世論工作システム開発ということなんでしょうか 読売新聞によりますと中国政府と取引関係にある IT 企業がこの X のアカウントを通じて世論工作を仕掛けるシステムを開発した疑いがあることが分かったということなんですねでこのシステムを紹介する営業用資料とみられる文書がインターネット上に流出をいたしまして日本の情報機関も入手してこれも本物とみて分析を調べているそうなんですが中国の対世論工作との関連詳しく調べているということで このニュースも西村さんもう少し詳しくお伝えしましまょうか読売新聞が入手した文書によりますと、うん、そのシステムの目的は中国国外の世論を監視し工作を仕掛けることとし好ましくない反動的な世論を検知するニーズに応えるためにシステムを構築した。うん 社会の安安定には公安機関がが世論をコントロールすするるこことととと極めてて重要などと書かれているということです、うん、具体的な方法としましては他人の X のアカウントに不正 URL を送信し、はい、クリックさせることでアカウントを乗っ取り、うん、外部からは閲覧できないダイレクトメッセージを盗み見したり、はい、中国当局の意に沿った意見を勝手に投稿したりすることが可能になるということです。うん また日本政府関係者によりますと近年、他人に乗っ取られたと見られる X のアカウントが中国,や、うん、中国語や日本語で中国の反体制派を批判するケースが相次いでいるとのことです。はい こうしたシステムが使われている可能性があると指摘しています。さあ高橋さん、このニュースはどんな風に見てらっしゃいますでしょうか。か<ー>昔はなんか人力でやってたことがちょっとシステム化したのかな<あ>そのくらいの話ですね。人力でっていうと <laughs> 例えばどんな感じだったんですか、ね。いやじゃあの乗っ取りなんて昔からずっとありましたからね。なるほど。それをこうシステムを開発して自動でも、ええ、できるようになってきた。そうそう大量にや大量にやったのややってきたのかなって私にはそんな感じ。 感じですけどね<ー>とはいえあ<ー>まあそうなってくると大量にそういった情報がまあ 今までの人力レベル以上のものが発信されるようになってくるということですか。<laughs> まあ、うん、そんな感じがしますね。<laughs> うん。まあ、どうでしょうね。その意味でいうと、この辺りの技術との開発も、まあ、進んでるんですけれども。まあ、これはネットの目ですからね。簡単、と例えば、簡単ですからね。だから、これ大量にやって。でも、あれじゃないですか。この大量にやるなんていうのはね。えっと、まあ、メール受けてれば、わかるでしょう。まあ、とんでもなく、いろんなのが山ほど来ますからね。うん、かだから、もう、とんでもなく いろんなのが来るってことは、うん、まあインターネットのこのね X とかそういうところもね、そういうことはあるっていうふうに思わなきゃいけないですよね。これでもあのそうなってくると、その SNS 上に流れてるメッセージは、うん、本当にどれが本人がちゃんと発信したもので、どれがそのなりすましたものなのかっていうのを、う本当どう見分けるか、ねうん、だから X で一応あの認証システムってありますからね。あの私のやつでしたらね、右側のところに。はいえー えっと、なんていうかな、緑色のチェックがついてる。そうそうそう、そういうのは、まあ、比較的、まあ、大丈夫は大丈夫です。ねだから、私のアカウントなんかも、あの、たくさん乗っ取られたり、乗っ取られてはないんですけどね。あの、要はね、似たような、たくさん作られてるんですけどね。それは、あの、微妙に、ちょっと違いますよね。はい。うん。だから、その、ちゃんと公式のマークがついてるものかどうなのか、あの、本人のね。うん。ちょまあ、見るしかないですよね。これはね。 でも本当に何でしょうこの,辺のあたりの情報の安全保障上の問題も含めてですけどえよりなんか今年はいろんなものが選挙も含めてありますんでデリケートになってきますね本当にねこれフェイクも含めてですけどねそ <laughs> うですねどうなっていくのかというところですはいでは続いていきましょうこちらでございますさあ石炭火力発電今後どうなっていくんでしょうかというお話でございます 時事実通信によりますと G7 気候エネルギー関係 小会合は4月30日石炭火力発電の2035年までの原則廃止などを盛り込んだ声明を採択いたしました石炭火力の廃止時期を明示するのは G7 としては初めてのことですただ国内発電量の4分の1以上を石炭火力に頼る日本とドイツに配慮いたしまして廃止時期に幅を持たせる文言も記載されたということです 日本は今回の会合でも各国の実情に応じた 多様な道筋による温室効果ガス排出削減目標の達成、重要と訴えていましたがさあ,あ高橋さん、これ G7 の環境大臣会合、2035年までの原則廃止、採択されました、このまず一連の動き、高橋さん、どううご覧になってますでしょうかこれはあれですね、まあ、あの政治ですからね、はい、これね、うん、今こういうふうに決めてるけど、トランプになったらまた分かりませんけどね、そうからだあ あのー、日本がね、うん、あんまり不利にならないように、うん、ちょっと抜け穴をたくさん作っといてくださいというぐらいですね。あでどうなんですかそのあたり G7 の環境大臣もですねこれどうなるか分かんないよなと思いながらやっぱりやってるんでしょうかそれとも。普通はあれでしょう、うん、でも今の政権から考えたらね、うん、いやもうだから目いっぱいあれ取れるとこ取っとけっていう話でしょう。う <laughs> これ高橋さんいつも思うんですけどこの辺りって、うん、ほらそれこそその指導者が変わることによってまた、うん ルールとかってのはどんどん変わってそうですよ。 行くんですよ。行くんですよ。そうですよ。だから、それが変わんないと思い込んでちゃいけないってだけですどね。それに対して、こう、対応する企業側というか、ね、それは。大変ですよ。大変ですけどね。でも、そんな企業なんてね、いつもね、分かんないことだらけでね、先なんて分かんないじゃないですか。そういうもんですよ。そういうもんですよね。これは、これだけ、そのね、決まってね、ルール通りやるって、そんなバカなこと考えたら、生き残れませんよ。これ、あの、高橋さん、石炭火力発電というところをね、改めて、まあ、今回、 お聞きしたいんですけれども、この石。 というものですよねこれだめと言われるところなんですけれども改めてなんですけれども<あ>、うん、だから石炭はねあの悪者になっててね CO2 がたくさん出たり有害物質が出ると言われてるんですよねそれを普通に燃やせばそうですよねだからアメリカとかヨーロッパなんかは、うん、あの施設古いから結構そうなんですよだから、うん、あのどちらかというとあのでも日本なんかはあのすごくそのそれ除去する技術がすごく発展してるんでね、はい、だから 極端に私なんか思うんだったら、うん、アメリカとか、あの中国。それとあとヨーロッパのね、うん、分をね、全部日本製に置き換えろと言ってね。はいうん、日本製に置き換えたらね、日本の、うん、あのシーオの排出分ぐらい、全部しなくちゃできちゃうんですよね、うん。そのあたり日本の、あのそのあたりの抑制する技術ってのは、かなり高いものがあるわけ。ものすごく高いですよね。<ー>だから、あのまあ途上国もして欲しがってるからね。うん、だから、それで、あの要するに、あのシーオを減少させるって。 減少させるっていう意味は絶対使えますからね、<ー>それですごく重きって言ってね、<ー>あの要は日本がもし、あのなんかね、うんあの、アメリカとかそういうところでリプレイスメントっていうかね、うん、あの途上国でいいんですけどね、うん、あの設備のとあの時に貢献したら、うん、その半分は日本分にあるとかね、うんこんな、こんな交渉したらいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、でそうななってくるとかなりその 石炭火力発電に関しては世界の見方もなんか変わってくるんじゃないかなだって CO2 減るんだからいいだろう、うん、って,、ね、ね<え>ってなりますもんね。だからそういう交渉すればいいってね、なんか全部ね、うん、あの古い施設もね、日本の新しい技術も全部、クソ,ミソも一緒,に一緒にしちゃってね、<laughs> はい、なんかもうわけわかんないですね、これね。そのあたりのメッセージって日本側は出してる出してるはずなんだけど、ど,どうなんですか いすよ国際政治の中で、うん。このあたりはどうその技術力をねもっとアピールしてほしいなと思いますけどね。う なんかそのあたり国際的にその政治力がこう,うまく活用されてないっていうのは高橋さん、どんなところなんでしょうね、それ,ってそれはそれはあれでしょう、うん、日本の国力とかそういうのに関係と、あとやっぱりその事前の根回しとかね、うん、こういうとき、途上国と一緒になって、ねうん、やるとか、でも G7 の中でやられちゃうと、全然いつもね、演出に帰らすこになっちゃうんですよね。うん、だから、こうやって G7 の中でやろうとされるときに、うん、こんなのを G7 で決めるのはちょっと早いとか言ってね、うん、あのごねてればいいんですけどね。 うん、このあたりはどうですかその、もう行き着くところ、総理のリーダーシップみたいなところになるんですかまた全く総理のリーダーシップですよ、こういうのだからもう G7 の話やめとけとかね。 そのあたりを各国の首脳に対してしっかりと交渉できる指導者か国のリーダーかということになるわけですから。そうですだからもしやるんだったら先にチートエンティでやるとかね。ああはい。うん。あと途途上国の方であの先に国間協議を先にやっちゃうとかね。そういうようなことが必要なんですけどね。そこで先進国でやったら絶対不利になりますよね。なるそういうところ先に巻き込んで細かいところねチェック。なるほど。あの高須それで言うと改めてね経済

あの電力も作れないと言ったんだけど、うん、なかなかできないから、うん、結果的には日本は孤立してるわけですよね、はい、そうするとね、もういろんなエネルギーをたくさん入れてね、あの<う>要するにど、どっかがだめになっても大丈夫にするって、そういうやり方しかできないですよね。はいまあ、そうまあそうですね、まあそのう、石炭もそうですし、石油もそうですし、天然ガスもそう,そうですしいやあの、アメリカがもしくはトランプになったら、シェルガスをたくさん買うとかね、うん、もうそういう意味でもいろんなとこからもう買いまくってね。はい あの分散していいかかななじゃないですかこれあ、まあ、特に再生可能エネルギーって結構高いっちゃ高いですよね、うん、価格がね。高いですし、うん、不安定だしねだしあのもし再生可能エネルギーで日本で可能性があるとすれば地熱ですけどね、うん、地熱はなんかいろんなところでね、うん、はい、うん、あの温泉が出なくなっちゃうとか変なことも言う人もいるかられど、うんうん、まあ地熱は、まあ、明らかにあれです日本は再生可能では優位性が高いんだけど、はあ、どっちらなぜか からそちらに行かないですよ私、ね、これ何でなんだろうとずっと疑問なんですけど、いや、疑問ですよ、うんまあ。それはあれですよ。だから温泉業者の方の人がちょっとね、学で地熱に利用しちゃうとね、うんあ、危なくなっちゃうかもしれないと、焦って。うん そういうような反対をする人が多いからですよ。ああれそれはあのエビデンスみたいなのはなかなかまだいやなかなかのアイズがねわかんないしね。わかんない。でもでも、うん、あの別に温泉はずっと出てるんだから、まあそ,ね、それを利用するんだから別に <laughs> <laughs> そのこのカネジャーのは別の理由だと私は思いますけどね。ちぬちとは関係ないとね。改めてこうももう一回元に戻りますけれども今回の G7 の会合でその原則廃止だけど日本とかドイツにはちょっとう猶予を残してくれたということでか。 考えるとこれはこれで収まりどころとしてはまあ原則なんでねだからそれをちょっと進めてね、うん、あれですよ日本がそういう新しい施設を出したらね日本の作品にカウントするとかね、うん、もう一回言ったって別にいいと思うんですけどね次の会合含めてですけど欲しいななるほどわかりました <laughs> 続いてこちらです偽造されたマイナンバーカードでスマホ乗っ取り本人確認に課題かというところでございます インプレスウォッチによりますと SIM スマッピングという新手の詐欺がまあ話題になっているということなんですね4月中旬に東京都議会議員がまた5月の頭には八尾市議会議員が電話番号を乗っ取られて高額の買い物を第三者によって勝手に行われたと被害を報告しています。でえー、共通するるのは愛知県名古屋市内にあるソフトバンクショップでで手続きがなされた点で手口 とすると本人確認に必要な情報が記載された身分証明書を偽造いたしましてそれをショップに持ち込む形で、えー、機種変更手続きを行って電話番号を犯人が手持ちの端末に移し替えるというものなんですねいわゆるシムカードを再発行して奪い取ることからシムスワッピングと呼ばれているそうですで今回偽造された身分証明書はマイナンバーカード 議員は住所や生年月日電話番号を公表していることから偽造に必要な情報を悪用されたということなんですねまたソフトバンク CEO の宮川氏今回の件について現状ではマイナンバーカードの原本確認と本人確認の二重チェックを行っているが一部の店舗で運用が不十分でありご迷惑をおかけしてしまったと一部店舗での二重チェックができていなかったこと原因であると述べている。 いるんですが、さあ高橋さん今回の一年後のシムスワッピング改めてですけどどうご覧になってますでしょうか。これ,、うん、これきちんと報道しないと危ない危ないですね。要するにマイナンバーカードが危ないというふうに思っちゃうとは違いましてね、あうん、まああのこれはっきりは単なる、うん、えっと。 そのソフトバンクのお店が間違ったってだけですよね。手続きをねをねそうね。はい、だからそこが緩かったから、うん、それなんで、なんかマイナンバーカードの中に、実はね、IC チップがあってね、はい、ここの偽造はまずできないんでね。ではい、だからこの IC チップの中ので本人確認しようとすれば、全く問題なかったと思いますけどね。うん、これが今のところね、うん、なんか、あの、それを使って、 で、えっと、本人確認をするような仕組みに実はなってないんですよね。うん、あの、うん、一番簡単なのはですよね。うん 顔認証っていうので、<い>マイナンバーカードでスマホ、えー、と保険証っていうのは、顔認証でやりますよね、その時に IC g ープ使うんで、はいうん、これ、まず偽造は無理ですよね、うんうん、だからそういう偽造を使わないで、ただ単に外側のマイナンバーカードだけを禁止的に使って本人確認してるっていうのがミスの,、うん、あれの大元ですね、うん、これはだからマイナンバーカードにあが問題というところではないというところで、確かに高橋さん、あのスマートフォンのなんか機種変更の手続きとかって、 でうん、結構細かいとこ含めてねまあまあチェックされることっていうのは我々も含めてあるんですけどそれにしては今回この名古屋のお店が非常にまあそのあたりがちょっと緩かったってことなんですかね、うん、そのあたりがね自分なのすぐは、うん、そのの指令渡っちゃってそこで出られたってだけじゃないですかこれ。うんうんうん、あそこだったらいけるよみたいなそうそうそうあ,あ,あ,あそこだったらいけるってねだからこれ議員がっていうのはたまたまその議員さんというのはその住所とか生年月日とかいわゆるその上昇 情報とかを公開していることがあるので、で、そこのところで偽造がちょっとしやすくなって もっとちょっとね、ちょっとね、でも、普通の人も、そこのショップだとね、簡単にあれ偽造っていうかね、本人確認をほとんど怠って、そういうのできちゃうはずですよ。ね、同じ店だったっていうことだから、余計になんでしょうけれども、これ、高カさん、どうなんですか、スマートフォンにマイナンバーカードのね、すべての機能、搭載できるようにというところが言えますね。 そうするとあの、マイナンバーカードの IC チップの中の話っていうのが、うん、まあスマートフォンになって、そこで顔認証しておけばね、うん、まずあれですよね、偽像はやりにくいでしょうね。うん、顔あのスマートフォンやるときに顔認証でやるか、番号でやるかとか、いろいろやってやりますよね。うん、あれだから、指紋でやるとか、いろいろありますけどね、うん、そういうのをやっておけば、うんまあ多分大丈夫だと私は思いますけどね。うん、あの特にあの IC チップはもう 偽造ができないからだからあれですよね顔認証とかそういうのでスマホ全部使ってる人から見ればねそこに全部いろんなのが入ってた方のが、あが本人なんてげうかねよりセキュリティがねしっかり厳しくねチェックしてくれればということなんですけどこれ本当高橋さんほとんどのねユーザーの人ってね例えばんかプランを変更したいときに手続き大変だなと思ってなのにこういうことがあるとまたその辺りがよりねより複雑 なってく今のね、本人確認っていうのがちょっと不徹底なんですよ。一番ひどいの保険証でね、顔写真ないやつが本人確認できちゃって、あれがひどくてね、だから少なくともマイナンバーかなんかでずっと本人確認で、その中に IC チップ使った本人確認のやり方、たくさんあるんでね、そういうのに全部移行していくと、そういう本人確認が結構簡単に、厳格にできると思いますよ。今回のね僕も映像でで見ただけけなんすど こうなんか本人が辞書しているところの漢字の名前とか間違ってるのにそれでもスルーされちゃってたりとかなってくるともうねそれはもうどうしようもないなと思っちゃうんですけどさあ高橋さん、の今日ニュースでも少しあったんですけれどもさあいよいよ政治資金規正法の話がうんぬんというのと合わせて裏金議員という人たちのねもう一度チェックみたいなところ聞き取りみたいなところってのこれ高橋さん、進んでいきそうなんですかねこれ野党、求めてますけれどもヒアリングはね。あ求めてる けでてともあれも、はい、のすごく抜け穴が多いからやっぱり、はい、なかなかあ、ね、あの議員に作らせたああいことになっちゃうんですかね。結局次ねまた同じようなことがというか起こってもう結局はそこのところで抜け穴で抜けちゃうとってことなんでしょうかねこれね。だから一番 結構簡単なのはね、うんあの、税金の運転だけなくせば一番簡単なんですけどね、うん、税金の運転、はい、みんな税金の運転なく,なくせば、あれでしょう。はいうん、あの みんな国民と一緒にななりますよねんかね、あれ、税金の運転がありすぎるんですよね、政治資金は。あそこに誰も言わないっていうのは、私よくわかんないですね。そこ、そこが一番ポイントだと思うんだけど。要するに、あの、なんか、連座制とかね。だって、連座制なんて、でも、もっと、すごく簡単に言えばね、あれでしょ、あの、会計責任者置くから連座制になっちゃうんで、政治家が自らかけよって言うと、連座制なんかいらないじゃない。すごいこういう簡単なやり方がたくさんあるのに、全然、 とこも言わないのね。そうかそうか。はい、そうですね。うん。連座どころか、本人だけにしときゃいいじゃん、ということですもんね。<laughs> っ普通の民間企業、本人だけですよ。本人だけですもんねう。あの、そのあたりって、高橋さん、あの、参与でもいらっしゃったときありましたけれども。なんかそういうお話。関係、これい政治だから、これはね、えー、あの、社員とは全然関係ない。関係。そうなんですね。えーえー、ああ、でも、あとは、その、おっしゃったように、税金の恩恵みたいなものっていうのを、もっともっと自分たちで厳しく、どうやってやっていくのか。どう なんか政治資金なんて申請たるものなんて全然薄じゃないですかだから税金を普通に払うよってそれだけでいいじゃないそしたらもう多くの人は国民は納得すると思いますよそこそれなんか言ってくると次の選挙とかねすごいメリットになってくると思うんですけどね次は払うよって言ったらちゃんと1円単位で書いてくるでしょ簡単なやり方を全然やらないでなんかあれですよねあの抜け穴みたいなのを抜け穴満載みたいな法案を作ろうとするから 変なんタカさん、これ、どうでしょう見立てとすると、抜け穴満載の法律だけがまた通ってくるってことなんでしょうそうでしょう。そうでしょう。見立て、嫌なんだから。だから一番簡単に、あれですよね、あの、会計責任者置かないで、本人がやれて、一番簡単で、今の法律の範囲でもできちゃうしね、これだったら、法律改正もいらないですよ。そのあたり、踏み込んでくれるね、政党が現れるのかどうかということです。出てこない。そうだな。高さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。はい。 とれたてピックアップニュースこだわりの失礼いたしました、うん、こだわりの朝どれニュースをご紹介、はい、まずはこちら国会では自民党の派閥裏金事件をめぐる与野党の攻防が続きそうです、うん、岸田総理は政治資金規正法改正の与野党協議を速やかに始めたい考えですが、うん、与党案の条文化について自民公明両党の方針が定まりません、はい 野党は衆参両院の政治倫理審査会で、裏金議員の弁明を求め、公正を強める方針ですまあコメントにある通りですねもちろんどんなふうに条文化していくかって大事なんですけど、で同じくです、ね、やっぱりこの裏金議員の弁明というところっていうのは、ここで決着ついてない、まあ、まあ話進んでますからね、そのあたりっていうのをしっかりしてもらわないと、先には進めないんじゃないかなと思いますよね、このあたりはね続いては海外の話題です。CNN によりますと パレスチナ自治区ガザ地区の民生防衛当局は11日戦闘で破壊された建物のがれきの下に埋もれている住民らの遺体は推定でおよそ1万体に達するとの見方を示しました。 また、イスラエルの破壊により、ガザの民生防衛能力は70%から80%奪われたとも指摘しましたまあこの数字を見てみると、やっぱりいかに現地というのがです、ね、悲惨な状況であるかというのが分かりますし、まあ、この停戦合意の話というのも、先々週からずっと続いてるんですけども、うん、なかなかその決着には至らないというところですからね、ね気になりますよね、このあたりは続いては日本の話題です。 栃木県那須町で夫婦の遺体が見つかった事件で殺人容疑で再逮捕された男の車から電気コードが見つかったことが分かりました夫婦の殺害にこのコードが使われた可能性もあるとみられています 警視庁は、夫婦の死体損壊容疑で逮捕されている6人が、殺害にどのように関与したか、役割を調べていますまあ今日スポーツニッポンの記事にもあるんですけど、はい、この実行犯の2人、まあ、言われているところではです、ね、報酬がずか250万円だったというところ、うん、でその中で最悪というか、これ、最高刑、死刑まであるということで考えるとです、ね、えー、まあ今後の捜査本当改めてどうなっていくのか、全容含めてです、ね、気になるところですよね。はい、続いてはこちらの話題です、うん 最大クラスの太陽フレアが8日から11日にかけて連続して発生した影響で11日夜北海道や東北、うん、本州の日本海側を中心に広い範囲でオーロラとみられる現象が観測されました、はい、世界各地でもオーロラが観測されましたがアメリカの海洋大気庁は11日 電力系統や GPS などで異常が報告されたたと発表しましま、はい、具体的な状況は明らかにされていませんあのこの話があってから、ですねうん、うん、僕はあの夜中にあの北の空を見に行ったんですけど、<laughs> 考えたら、そういう、大阪市内とかこの辺りで見えることないよなと思って、一応確認には行ったんですけど、ただただ真っ暗な星空だったっていう。<laughs> オーロラミラミラセンでした, <laughs> たで続いてもお天気の話題です、はい、近畿や東日本北日本では今日広い範囲で雨となり雨足の強まるところがありそうです局地的には1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降り大雨となるところがあるでしょう夕方にかけて予想される雨の量は東海で250ミリ四国や関東甲信で180ミリなどとなっていますはい 土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒が必要です。なんかあの警戒というとね台風シーズンとか梅雨時とかっていうのはすごい気になるところなんですけど、んそんなことはないこういうね日常でもあることですからね、ええ、引き続きご注意いただきたいと思います。はい。続いてはスポーツの話題です。デイリースポーツによりますとプロ野球阪神は昨日 D N A に一対零で勝ちました。再起投手が四安打無失点でプロ四度目の完投勝利を挙げました。はい。 ヒーローインタビューでは佐伯投手、うんあのー、もうちょっと点取ってほしいですね <laughs> と語り、スタジオは大爆笑となっていました、ねうん、昨日は巨人が敗れたため、阪神はわずか1日で首位に返り咲きましたあの僕、知らなかったんですけど、横浜スタジアムでの1対0の完封勝利というのは、うん、球団史上初めてなんですね。そうなんですか,そうか横浜スタジアムって相性いい時とかもすごくあったんですけど。へ<ー> やっぱり1対0ってしびれますもんね、昨日も9回の裏、最後の最後までというところでしたけども、やっぱこれ、投げ切った佐伯投手にとっては、さらに自信になったでしょうね、はいえー、最後もスポーツの話題です。大相撲夏場所は昨日初日を迎え、1横綱、4大関が揃って敗れる大波乱の船出ととななりりました国技館は騒然となり座布団が飛ぶ事態となりました。うん 横綱大関が5人以上出場しての総崩れは2006年秋場所の6日目以来18年ぶりで初日では昭和以降初めてあま,、はい、まあこれあのどんな力士の方でもね初日っていうのは緊張感っていうのがまた特別なものがあると思うんですあそれはあのお互いだと思うんですけどそれでもさすがに1横綱4号関揃ってとなってくると見に行った方となるとね 面白いのは、うん、と半分、いや、もうちょっとしっかりした相撲みたいなというところ、うん、ちょっとザブトン飛ばしますわね。ねというところあると思うんですが <laughs>、はい。